猫カフェ？影の英知にはそんなものもあるの？でも可愛い猫がくつろいでいるのを見るカフェって実質もうここじゃない？シャドウと向かい合ってたら落ち着くんだ。物憂げに遠くを見つめる目、私にとって癒しだよ。膝に乗りたい。いや、太もものベルトはおしゃれのつもりだけど、ナイフを隠すホルダーじゃないよ。一体何からそれを連想したの？この服を着てるときはちゃんと膝を閉じるように心がけなきゃね。シャドウのそばにいるレディーとして当然の作法だよ。任務で離れた時もこうして正面に見たシャドウの顔を思い出すんだ。任務が何のためにあるのか忘れないように。追いかけられたら逃げたくなるし、逃げられたら追いかけたくなるんだよね。シャドウに追いかけられたらすぐ捕まるだろうけど、背中とね、耳の後ろとね、顎の下、撫でられて嬉しい場所はそんなとこかな。え？ここではダメだってば。私が誓いを立てるのはシャドウだけだから、これからも私の働きと忠誠心をしっかり見ていてほしいんだ。明日世界が終わってしまうとしたら、私はやっぱりシャドウとここでこうしてたいな。付き合ってくれる？空の色も雲の色も鮮やかに映るんだ。シャドウと一緒にいるからだね。シャドウもそうだったら私は嬉しいかな。心の中にシャドウという存在さえあれば、どんな任務でも遂行できるよ。それだけシャドウは私の支えになってるってこと。そばにいるとミルクが美味しくなって深く息ができる人、そんな人が好みかな。誰だろうね。目立つ男は嫌いかな。きっと目立たないと自分を保てないんだろうね。ちょっとはシャドウを見習ってほしいよ。ぬるめのミルクをね、こうゆっくり飲むのが好き。シャドウにも今度飲ませてあげようか。遠慮しないでいいからさ。ミルクは好きだけど飲みすぎ注意なんだよね。猫の獣人は結構ダメな飲み物多いんだ。見た目通りにデリケートなんだよ。ん？イワシの日干しとミルクがあれば言うことないよ。食べ合わせもいいしね。え、何その顔。いいでしょ。野菜はちょっと苦手なんだよね。だから食べたふりしてデルタの皿に放り込むんだ。あいつ食べたかどうか覚えてないから。ワンちゃんにちょっかいかけるのが最近の趣味なんだ。だけどあいつは本気だからね。ほどほどで逃げないと必ず何か壊れちゃう。シャドウガーデンでカフェやらないかな。私はずっとお客さんがいい。シャドウもでしょ。ガンマに行ったら携帯食とか作ってくれないかな。獣人が食べられて保存が効いて美味しい。欲張りすぎ。でもガンマならなんとかしそうだよ。イータってどれだけ寝られるんだろうね。
一回長く寝る勝負してみようかな。昼寝だったら負けないよ。どこにいたって耳はちゃんと澄ましてるよ。役に立つ情報がいつ聞けるかわからないからね。どこのご飯が美味しいとか。この辺りのことは調べておいたよ。シャドウガーデンの敵になる存在はいないから安心してくつろいで。シャドウっていつどんな時も黒子に徹してるよね。一体どんな任務を遂行してるんだろう。あ、分かってる。もちろん内緒なんだよね。こうしてシャドウと過ごす何気ない時間、私は命かけてでも守りたいな。こんなこと言うなんて自分でも思わなかったよ。ちゃんと毛繕いしてスーツも着たからいつでも出かけられるよ。よし、シャドウ、私に任務を与えてくれる？このスーツ、夜だと景色に溶けて目立たないんだ。シャドウは知ってるよね。だから夜になったらどう？スパイごっこで一勝負。どんなエリアでも情報が大事。敵と地形を分析して先に勝算を立てるんだ。その情報を任されてるのが私なんだよ。今までもこれまでも私はシャドウの手足だよ。きっとそれが私の使命だと思うから。人生に意味が生まれたみたいで嬉しいよ。シャドウといつまでこういう関係でいられるかな。もしかしたら関係は微妙に変わるとしても、私シャドウとはずっと縁がありそうな気がするんだ。